Where will you go? Get shell? Okay, go. 今日はね、宮田さんと、宮田さんのね、妹も来てます。はい、いやー、風で参っちゃった今日。宮田さん、携帯ライトついてるよ。ライトが点灯になってる。あんな感じでね、今日12月の6日、6日だったかな。12月の6日、またね、マイクロテルに来てます。ちょっと鼻声ですけど、昨日からね、もう風邪で、で、夜ね、アンディの誕生日って、宮田さんも一緒に行っててね、なんだかんだ飲んだり食ったりしてて、で、帰って、バターンと寝たんだけど、ね、長時間寝れば治るかなと思ってたけど、まあ、なかなかそうはうまくいかないですね。今日はね、もうここ来るのもしんどいなっつってたら、マリアがね、あんたプールサイドに座ってればいいじゃないって、私貝取りに行くからって言ったんでね、ここに座ってます。ぼーっとしてます。まあそこそこいい天気で、午後また雨降るかもしれないですね。まあ私はもう雨降る頃にはここにいないからなんかね、今日面白い、なんか抽選会があるとか言ってて、プエルトプリンセサ市が土地を持ってない人になんか300平米ずつね、ものすごく安く、まあ、パブリックプロパティとかそういうとこだったところだと思うんだけど、それをね、土地持ってない人に300平米ぐらいをね分けて、なんかすごく安く売り出すっていうんで、そのね説明会がね今日あるっていうんでね、宮田さんの奥さんのね、マイリーンの、その兄弟用にって言って、今マイリーンがね、説明会聞きに行くっていうね、宮田さんがね、もう運転手で行かなきゃいけないんで、午後ですね。そう、まあ、ここ12時15分まではね、ここにいられるんですよ。ちょっと、ね、聞いてきてください、どんな感じだか。まあ、私は聞いたってわかんねえからさ。ああ、帰ってきたら、じゃあマイリーンに聞こう。うちのね、兄弟もね、土地なんか全く持ってないから。え、土地誰が？うちのマリアの兄弟なんかもね。あ、そっか、ばあさんのとこもらわねえんだ。ばあさんのとこがあるだけで、今名義持ってる人はいないから。とにかく今現在名義持ってなかったら、うん、大丈夫なんですね。参加資格あるんですよ。どのぐらいの倍率なんですかね、その抽選ってね。どれぐらい来るかさ、その情報を知らなかったら来ないでしょ。ああ、確かにね。よいしょ。その情報っていうのはいつぐらいに出たんですか？いや、俺は知らない。だから、その弟がさ、うん、パラアンポンショップに勤めてるでしょ。だから、はいはい、案外そういう情報ってのはキャッチするんだよ。今朝それね、宮田さんから聞いてから、うちの子なんかフェイスブックで調べてたけど、フェイスブックにはなんか出てなかったって言ってて。まあわざわざ行こうって言うんだから。まあでもその買えない人に売るって言うんだから、その、まあ、結構奥の方でしょうね。まあな、ただ同様にくれるんだから、あんないいとこじゃないでしょ。でも一応売るってことですよね。そうだから、その要するに何年ゲップっていうかね、うん、20年とか30年とかね、そのローンがあるからみんな買うっていうことなんでしょ。月何百ペソとかで、うん、でしょうね。じゃなきゃ無理ですもんね。すっげえ引いてる。今日ね、欧州なんですよね。欧州の9時40何分が干潮だったから、今最高に引いてますね。買い取りには最高だ。いや、今日はプール目の前にしても泳ぐ気もしないなだるいっす。いやいや、昨日のあの絵を見てたらさ、うん、俺は飲んで食ってるだけだね、何にもしねえで。まあ実際そうですからね。
だけどさ、なんか知らない人が見たら、何なんだあいつと思ってさ。いいんじゃないですか、別に。みんな飲んで食ってで帰ってるから。パーって来て食うだけ食って30分ぐらいで帰っちゃった人も結構いたじゃないですか。うん。アンディたちはね、30分ぐらいしたら来ますよ、多分。30分、1時間。あと近くのね、教会がうるさくて編集作業が進まないとかね。でやっと教会が静かになったと思ったら今度停電でパソコンが使えないとかね。まあね、うん、しかしいいですね、日曜なのに子供たちがね、どこの子供だろう、二人プールで泳いでるだけ、うん、兄弟かな、うん、そうですね、似たような顔してる、うん、あー風邪治んないかな、はあ、いやしかしあの、この動画を見てるとね、自分の歩き方とかね、年取ったねと思うね、歩幅が小さくなってるでしょ、うん、よちよち歩ってるもん、うん、自分じゃそんな気全然ないんだけどね、やっぱ運動してないから足が弱ってくるじゃないですか、だからかばって歩き方するんですよね多分、うん、いつの誕生日でしたっけ、誰かに歩けって言われて、ほらスニーカープレゼントされてたじゃないですか、あれ使ってないでしょ、誰か持っていっちゃったよ、持ってきた俺が履く前になくなっちゃったよ、あうん、あのね、はい、この国は置いといたらなくなるよ、いらないと思っちゃうんですよね、うんうん、俺別に履かないって言ったわけじゃ何でもないんで、うん、いつの間にかないんで、履かないって言っても履いてないイコールいらない、俺が持ってっていいっていう、そういう図式が成り立つわけですね、うんうん、そういえばね、前のあの宮田さんのあのちょっといろいろ愚痴話してたので、あの視聴者の方でね、妹さんにね、マイリンの妹さんに困ってるんだったらね、俺がパラワンに来て教育係をやるっていう、ああぜひお願いします、ですって、あの妹さんです、あの後でトンボイだよ、マイリンが美人だから妹もすごい美人だと思ってたみたいで、いや、うん、あのね、歯のないところを入れて化粧すればそこそこ見れるんですよ、ちょっと痩せて、うん、ちょっとというかマイナス15キロぐらい、そうそうそう、うん、そうすれば見れるようになるけどね、ぜひその教育係来てください、ということですね、誰だっけな言ったの、ガネーシャさんだったかな、忘れちゃった大変ですよ、32年間ああいう生活を送ってますからね、そう、うん、で今日はなんででも一緒に、え、なんで一緒に来てるんですか、妹ホテルに行くったらじゃあ私も行くって、それだけの話で、何もお誘いも何もするわけじゃないよ、ホテルに行くっつったって俺350ペソ払わなきゃいけないの、宮田さんですからね、うん、向こうは貼らなくていいからね、まあ、当然ないですからね、うん、いや私もないよ、家内が出したんでしょきっと一生懸命貝拾ってますよ沖の方で、うん、ね、親父さんはもう来たんですか、親父はね、うん、今その孫娘がね、うん、もう離れるのが嫌だって毎日泣いてんだって、あ、うん、朝いつもコーヒーを一緒に飲んでたんだけどね、うんうん、だから今ちょっと立ちがたくてさ、あ、うん、こうやってヨタヨタしてんで、孫娘可愛くって、うんうん、まあ好きにしなさいよって言ってんで、うんうん、そっか、なんか宮田さんとね愚痴話してただけなのに、なんか結構たくさんの方が
見てくれてね、あの本当ね、ミスパラワイよりね、宮田さんの方がね再生回数多いってどういうことよってね。いやでもね、本当にあのこの国で、あの嫁さんの家族と同居してる人ってのはね、ああご同情申し上げるよ。ドビは哀れむ。とにかく彼女と二人でいるんだったらね、全然不自由感じないけどね、その他大勢が入ってくるとね、ペースが狂っちゃうから。まあそれね、死守するのは宮田さんしかいないから。それでね、その話の持ってき方が上手なの。ああ、なんとなく俺が出さなきゃいけないようになっちゃうんだよ。そうだし、あの女房がね、あの私がその実家にその結局援助することになることについて協力的だから、すごく。まあそれは願ったり叶ったりですから、ね、だからさ、宮武の家系ってことよりも己のファミリーのね家系を優先してるんですよ、だって宮武の家系は2ヶ月に1回定期的に入ってくることになってるから。そう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 、いやでも本当にあれだね、あのこの国に来てね、あのファミリーの一員になろうなんてできないね。まずできない。だから俺はと中ちゃん感心してんだよ、ただまああのね、言葉が通じないってのはいいこともあるんだぜ、俺はもう相手が何言ったって全然知らん顔してればいいんだからさ。やっぱりね、うち助かってるのはね、あのマリアの母ちゃんがすごいしっかりしてるんですよね。あの母ちゃんはね、本当にあの教育があるからね。そうです。結局ね、家庭内教育なんですよね。怠け者一人もいないし。そう。怠け者がいない。とにかく、フィリピンのパートナーを選ぶって人はね、そのあのパートナーのファミリーの内情っていうのをよく、あの調べた方がいい、後で後悔することになるからね。でも楽しんでますよね、宮津さんはね。まあ、私の場合は楽しんでるけどね、でも本当にこれであれだよ、あのカツカツでやってる人だったら大変だよ。あ、大変だな、大喧嘩ですね。そのうち米買えねえってなるからね。だってうちなんかあれだもんな、実家なんか米は俺が運んでくると思ってんじゃないの。前アボーランから大量に買ってたじゃないですか、300キロとか自動的になんか配達してたでしょ。いや、それで俺日本人のうちに売るための米を置いといたのみんな持ってっちゃうしね、勝手にね。で悪気がないんだから困っちゃうんだよ、そこにお米あったから持ってったよって感じだからね。あるからね、ないもん持ってけないですからね、いやだけど一言断ってくれって言うんだけどさ。で昨日あたりの妹の所業はどうなんですか。昨日帰ったらね、表でね、座り込んでなんか遊んでたよ一人で。表って道路で。道路で何やってるんですか。いや何やってたの知らない。犬と会話できるとか。いや犬はうちの中にいたね。そっか、何してんの。だから何してたんだろうねと思ってさ、不思議な人種だね、何もうちの中にいたって明るいしさ、虫は来ないしいいと思うんだけどね、あのフィリピン人のスタイルじゃないですか。テレアなんですよね。テレアなんですよね、愛想は悪くないんだけど、ハローとか言葉で挨拶はしないんだけど、いつも上の顔見るとニカってこうニカって笑って眉毛グッて上げてね、外出てくるんだけどね、とにかく弟が半年以上うちに居候してたけどね。俺が朝モーニングだって挨拶一回もしたことないよ。ニッて笑うだけだよ。
やっぱうちの教育ですよ、教育。うん、でもなんか言ってるうちにこっちが恥ずかしくなっちゃってさ、うんうん、こっちもやめちゃったよ。あれで、あの今買い取り行ってるでしょ、ええ、俺が黙ってたらね、うん、もう午後のそのミーティングに出かけるなんて忘れちゃうよ。ああ多分ね、うん、そんなこと忘れたって一向に平気、へとも思ってねえから、ああ忘れちゃったそれで終わりで。楽しそうじゃないですか。宮田さん貝食えるんでしたっけ？え？貝食えるんでしたっけ？ものによってはね。ただこの、ま、あの何年か前に1個だけ食べたら当たっちゃってね、目が回っちゃってね、うん、あ地球が回ってるなと思って、そのまま入院しちゃまえ、入院したよ。パラワンだよ。だこんなちっちゃいのはね、巻き貝系ですよ。あでダメかも。ああ、うん、であの他の兄弟はうまいうまいって丼で一杯食ってさ、へのかっぱなんだよ。俺一個食っただけだよ。アンディの神さんなんかそうですよ。マリアがこんなビニール袋パンパンに取ってきたの、アンディも食わないから一人で食っちゃうんですよ。これ爪楊枝でほじくり出して。いやー、たまげたね。私なんかこんなごつい体してたって一個の貝で入院しちゃったからね。まあ、看護婦が可愛かったから許すけどさ。まあ兄弟が仲いいね。あっちの沖野にあの木があるじゃないですか、うん、あれがねツリーハウスがある木なんですよ。ただね登るのが木登りがねちょっと大変ですね、うん、あのアンディの奥さんがあの木登ってる動画見たけど、あれ猿だね。猿も裸足で逃げるってやつで、テロップで猿って出してたけども大笑いしちゃったけど、うん、あんな遠くの方で貝拾いしてんだよね。楽しいのかな。アンディとリタ登場。あ、リタがバナナ持ってきてくれた。お、パイナップルもある。パイナップル。I ask them to remove the leaves.